奄美群島勝手にガイド、加計呂麻島を旅してみましょう。おすすめは映画男はつらいよにも登場した徳浜です。浜の入り口にはこの場所で撮影が行われたことを記す看板が立てられています。この浜の入り口で渥美清さん演じる寅さんが立って甥の三男の恋の行方を見守るシーンが撮影されたのです。曇っていても海の色は美しい緑色に染まっていますので、これが晴れた日なら本物の加計呂麻ブルーの海が見られることは間違いありません。ここは外海に面していますが、リーフがあるために波はとても穏やかです。この場所は池間港へフェリーが到着するときに待機している島バスを利用していくことができます。3系統あるうちの徳浜行きに乗って終点で降りましょう。ただしバスの本数はかなり少ないので注意してください。バスを降りたら建物を背にして左側の奥へ歩いていきましょう。浜の入り口はこの突き当たりにあります。レンタカーで行く場合はこの奥へ乗り入れることは禁止されています。レンタカーはバス停の前に駐車するように指定されています。心ない一部の観光客はこの看板を無視して浜の入り口まで車を乗りつけるような人もいるようですが、こうしたマナー違反は観光客全体の印象を悪くするだけですので、自分さえ良ければという身勝手な考えだけでルールを無視することはやめましょう。レンタカーで行く場合、初動集落からはとても細い道を通ることになります。途中には案内の標識も出ていません。加計呂麻島のレンタカーにはナビゲーションが搭載されていない車もありますので、スマートフォンのナビゲーションアプリなどを利用することをお勧めします。また徳浜方面へ行く場合、途中の山道や徳浜では携帯電話の電波が圏外になるエリアもありますので注意してください。徳浜には浜の手前に公衆トイレが用意されていますが、自動販売機や売店がありませんので事前にペットボトルなどを用意していきましょう。徳浜は池間港からおよそ5キロ、車では20分程度で着きます。距離は短いのですが、あまり詳しい情報が観光情報誌などにも掲載されることが少なく、この浜を訪れる観光客が少ない隠れた観光スポットになっています。加計呂麻島へ行くならぜひこの徳浜も旅行の計画に加えて、長く美しい海岸と穏やかに輝く加計呂麻ブルーの海を体験してみてください。